はい、今日は5月の12日木曜日です。そう、昨日のパトレオンの、アフタートークでは5月10日って多分言ってたんですけど、間違えてました。昨日は5月11日でしたね。はい、今日はもう本当本編でも言った通り、もうあんまり何もしてなくて、朝歩いて宿帰って、もうずっと宿みたいな感じで、そんな一日でしたね。で、今僕その日付を間違えたって話をしたんですけど、なんかこのゲストハウスのオーナーさんもなんか日付を勘違いしてたらしくて、今日宿の食堂に、ちょっと用があって行った時に、なんかなんかバランスバランスみたいに言ってきて、バランス、どういうことと思ったら、なんかその精算料金が合ってないみたいに言われて、でよくよく聞いたら、なんかその宿のオーナーのおじさんが言うには、今日は13日だろうって、今日は13日だから、お前は4泊するのに3日分しかお金を払ってないって言ってきて、で、なんかすごい、何言ってんだと思って、え？と思って、いや俺3泊するから3泊分払ったんだけどなと思って。でもそのオーナーが、いやいや、なんかカレンダー指差しながら、今日は13日だから、でお前は10日に来たんだから、10、11、12、13泊まるっつって、で4泊だからあと1泊分払えみたいな、すごい言ってきて。で、僕もその時自分のスマホを持ってなかったから、自分こう日付を確認できなくて、で、あれ、いや、でも俺昨日ライブ配信した時5月11日だったなとか思って、だから昨日5月11日にライブ配信して、で今日は5月12だよなって思って、でそれを言って、いやいや、今日は5月12じゃないのって言ったら、なんかそのオーナーもなんか、あれ？とか言い出して、あ、そうだとか言って 俺が間違えてたみたいな、ごめんごめんみたいな、なんか本当に間違えてんのか、それともなんかぼったくろうとしてんのか、どっちなのか分かんなくて、その人自体はなんかすごいフレンドリーでいい人なんで、多分本当に間違えてたと思うんですけど、中には普通にね、インドを旅してると、なんかそういう手口は今までなかったけど、普通に嘘ついてお金取ろうとしてくる人っていっぱいいるんで、なんかどっちなんだろうなって思っちゃったっていうことが今日ありました。そうですね。でも意外とね、意外とこの売店でクッキーとか買う時とかも、全然、例えば観光地デリーとかバラナシとか行くと、こう、向こうがいいねで言ってきて、でそこからこう値切り交渉が始まるみたいな、よくあるんですけど、ここではそういうのが全くないですね。バスはまた別だけど、バスに関しては、地元の人は30ルピーとか50ルピーだけど、僕はもう90ルピーとか取られるみたいな、それはあるんですけど、売店とか食事とかに関してはそういうのがないですね。っていう話でした。そうですね。明日はちょっと6時半ぐらいに起きて、バス停まで歩いていこうかなと思ってるんで、今9時、もうすぐ10時なんで、もうそろそろ寝ようかなと思います。それでは、おやすみなさい。